誰とでも定額なら、誰にかけても通話料が無料なんです。うん、誰にかけても無料、はい、私結構夜かけないんで時間無料です。好きがないよね。その、無料なんです。通話料無料、誰とでも定額、ウェルコム。誰とでも定額なら、うん、誰にかけてもタダ。携帯会社が違ったらダメでしょどの携帯でもただです。そうなの。あのただでも、いい仕事だったらやらなきゃいけないの。ね、マネージャーがなてって通話料無料、誰とでも定額、ウェルコム。 誰とでも定額に入るともう一台無料なんです卵割ったら中から君2つ出てきたみたいまあざっくり言えばそういう感じざっくりなんだざっくり言えばザクる割ったらざっくりああざっくりねもう一台の基本料無料ウェルコムウェルコムの誰とでも定額なら通話料が無料なんです誰とでもってあの人でももちろん無料ですかけていいですか <laughs> 冗談冗談通話料無料誰とでも定額ウェルコム 例えばさ、私がこうやってお酒を飲むじゃないうん。そうするとこうやってあなたもお酒を飲めるっていうことですはいウェルコムのもう一台無料ってそういうもう一台の基本料無料、ウェルコム誰とでも定額に入るとこれがもう一個そうなんですこれ誰だって入っちゃうよ <laughs> 入りますよね私私はちょっと待ってもう一台の基本料無料、ウェルコム 誰とでも定額に入ると、うん、もう一台が無料なんです。すごいよ。基本料がずっと無料。すごい。しかも、ウィルコム同士なら通話料もずっと無料。すごいすぎる。すごいんです。すごい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 んです。うん、もうこれぐらい言ったらね、もういいかな。すごいですよ。なんか入りたくなくなってきた。もう一台の基本料無料。ウィルコム。